何の取り柄もない男モボ。そんなモボの前に現れた女の子の正体は死亡フラグ。モボは死亡フラグを回避することができるのか。全力回避フラグちゃん。モブミ、俺は…モブミから言わせてほしいの。モブミ、あなたのことが欲しい。ずっとそばにいて。あ、もちろんさ、俺もずっとそばにいるよ。モブミ、嬉しい。死ぬまで…ううん、死んでも一緒だよ。俺の名はモブオ。見ての通り、どこにでもいるただの学生だ。いや、だったと言うべきか。俺はこうして学校卒業とともに彼女ができた。童貞卒業も目の前だ。青春ですね。死亡フラグも立ってますけど。何しに来たのフラグちゃん。あのね、今いいところなんだから邪魔しないでよ。でも死亡フラグは立ちそうな気配を感じましたので。どこが全然ラッキーハッピーな雰囲気じゃん。なんじゃこりゃ。これでモブミはずっとモブミのものだよ。ね、立ったでしょ。状況の始まり。なんなんだよこれ。首輪だよ。なんで、なんでこんなものを。言ったよね、ずっとそばにいるって。だからもし嘘をついたらお仕置きしないと。お、お仕置き。こうするの。ボボー君、悲鳴も可愛いね。首輪から電流が。大丈夫ですか。だいぶやばい。ああ、そうそう、言い忘れてたけど、他の女の子と喋ってもお仕置きだから。え、今そこの子と喋ったよね。お仕置き。いや、この子は俺の死亡フラグだ。死亡フラグです。ご主人様の部屋へ。何ここ。お家、モブミとモブオ君の。え、一緒に住むの。嫌なの。嫌じゃありません。嬉しいです。何よりです。気に入ってくれてよかった。モブオ君はずっとここに住むんだもん。え、何言ってるの。言葉通りだよ。あなたは今日からここに住んで二度とお外に出れないの。いや、だって大学とかは。大丈夫、モブミがちゃんと面倒を見るから。そんなとこ行かなくていいの。第一、お外はメス犬だらけなんだから。これからはずっとモブオ君と一緒だよ。嬉しくないの。嬉しいです。声の極みです。さすがに大丈夫かな、モブオさん。ご主人様との生活、さあ召し上がれ。うまい。よかった、いっぱい食べてね。こうやって見ているとやっぱモブミって可愛いんだよな。考えてみれば、働きもせずにうまい飯が食えて、もしかしたらモブミとも案外いい生活かも。なんで。もう箸の持ち方が汚いよ。綺麗に持たなきゃお仕置き。その程度で。こうしてモブオはことあるごとにお仕置きを受け、少しずつ調教されていった。そして3ヶ月。反逆の意思。それじゃあいい子にしていてね。行ってきます。よし、行ったな。フラグちゃん、いるんだろ。フラグちゃん立ちました。もうこの部屋で私を呼ぶなんて自殺行為ですよ。もう何でもいい、俺をこの部屋から解放してくれ。別に私に頼らなくても、モブミさんが外に行ってる間に逃げればいいじゃないですか。無理なんだよ。ドアノブに触ったら電流流れるし、窓から出ようとしても電流。なんだかすごい監視システムですね。一瞬でいい、外に、外に出してくれ。フラグちゃんが開けてくれれば俺は外に出られるんだ。ご主人様の目を盗んで脱走するという行動は明らかな死亡フラグです。たとえ死んでもここから解放されるならそれでいい。もう気が狂いそうなんだ。そこまでですか。本当に
どうなっても知りませんよ。やったこの恩は一生忘れないよフラグちゃん。だいだ。ああ、いい子でいてねって言ったのに。サドミ。もうダメだよモブオくん。うわ。俺が悪かった。ここおはようモブオくん。夢だったのか。ねえモブオくん、言ったよね、死んでも一緒だって。ずっとここに住むって。絶対に逃がさないよ。そして、それじゃあ行ってきます。いい子にしててねモブオくん。いい子にしてたら今夜もいっぱい遊んであげるからね。こうしてモブオの調教は成功した。まあこれも一つの愛の形ですかね。面白いと思った人はチャンネル登録と高評価をお願いします。どうしようかな。立ちました。ごめんするよ。ごめんってフラグちゃん。待て。